アニメか。ジムナイトシーカー、宇宙仕様。型式番号、RGM-79V。漫画、機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーションがある、ジョニー・ライデンの機関に登場。暗闇の中でいきなり空から降りてきては、迅速に拠点を沈める怖い機体であるジムナイトシーカー。ジムに夜間戦闘用の装備を追加し、一年戦争時には専用の輸送機とともに、奪われていたいくつもの拠点を奪還しては、地上のジオン勢力を震え上がらせたこの機体は、その活躍とは裏腹に戦後の行方に謎を多く残していたわけだが、わずかな足取りが残された宇宙世紀 0090 では、最低限だが時代相応の進化を果たしており、素体をジム2やジム3にバージョンアップした上で、連邦の特殊部隊であるナイトイエーガー隊で運用されていた。そしてこの部隊の所属機は、ジム3ベースの隊長機の技量がずば抜けていたため、後に特別な任務のために転属することになるのだが、その際に仮面が付けられたジムフェイスを捨てて、さらなる進化を遂げることになったという。それが実験中のパーツを取り込んだ、継ぎはぎの特殊機、ジムナイトシーカー、宇宙仕様である。パイロットはある特殊任務のためにナイトイエーガー隊から、地球連邦議会議長であるゴップの施設部隊の隊長となった。ニュータイプをものともしない凄腕のオールドタイプ。ヤザ・バース機。本機はジム3が素体になっているジムナイトシーカーに、開発中であったジェガンのパーツを用いて、宇宙用に回収した機体であり、その特徴として頭部はジェガンのものに、大型アンテナ付きのバルカンポッドシステムを接続したものになり、バックパックも後のジェガン A2 型に似たものに変更され、バースキー枠ベース機に最新鋭の部材を加えた複合機になっている。また、推進系に関しては大小含めて両脚部の合計10機、胸部と両肩部の合計4機は回収前と同じであるが、さらに本機はバックパック下部に4機の小型スラスターと、1機の大型スラスターが付けられており、上部左右にも接続された噴射口が4つの、フレキシブルバーニアスラスターや、機動力に重点を置いていたベース機の設計の恩恵もあって、非常に優れた高機動戦が可能になっているようである。ちなみに本機はバース機器だけではなく、その両機として彼の部隊の隊員である、バレンスタインと為替用にカスタマイズしたものも作られており、そちらはおそらくジム2が素体の彼らのナイトシーカーを改造して、普通のジェガンの頭部とバックパックを付けた上で、両肩部のパーツがバーニアがない初期ジムに近いものになっているようだ。武装に関しては戦術のバルカンポッドシステムが一門に加え、円筒型のグリップと四角いグリップの2種類のビームサーベルがあり、後のジェガン R 型のものと思われる、加熱しやすい欠点を持つ試作型ビームライフルを装備している。また、劇中ではマニピュレーターから射出する、ダミーバルーンも備えており、ヘビーガンダムとの模擬戦時には2連装グレネードランチャーや、ツインビームスピアも装備している。その他両機である隊員用は、バルカンポッドシステム以外はバース機器と武装構成が違っており、ビームサーベルは円筒型のものだけで、ジェガンと同型のビームライフルや、同機のシールドと2連装ミサイルランチャー2機が備えられており、劇中ではジム2やジム3と同型のビームライフルも使っていたりする。以上がジムナイトシーカー宇宙仕様の性能と武装になるが、バース機器とその隊員機は、ゴップの養子であり、初期の強化人間であるイングリッドゼロの護衛と、人類にとって大きなリスクを伴う機密が隠されたプラント艦、ミナレットの破壊任務のために、空を舞台に強大な敵と対峙することになる。そして劇中ではバレンスタインと為替の訓練のために、イングリッドゼロのヘビーガンダムと模擬戦を行った後、バース機器に関しては、ミナレットを見つける鍵であるサングレアスルと呼ばれる巡洋艦を、こっそり回収しようとしていたフェデレーションサルベイサービスの偽装訓練に介入し、そこにいた二人の元キマイラ隊の精鋭である、ジャコビア・スノードのゲルググキャノンの狙撃を避けながら、ユーマライトニングがかる、ギャンエーオースと激戦を繰り広げる余裕を見せるなど、迫力満点の高レベルすぎる戦いを見せた。しかし、上には上がいるもので、サングレアスルの争奪戦に乱入してきた、
新生ネオジオンの暴れん坊総帥シャーズナブルのカル。サイコフレームの試験機である赤いディジェ相手には、一度海蛇で地球に叩き落とした。クワトロ時代とは変わりすぎていたため驚かされることになっては、楽しむ一方で壮絶に苦戦することになり、主役のレッドエイラインからの提案で共闘しても勝てない無双っぷりに、バースキ自身は無事でも本機は悲しい結末を迎えることになるのであった。とはいえ一年戦争時から闇に紛れて戦い続けてきたジム・ナイトシーカーは、この時代においてバースキたちと共に中身を変えつつ、依然変わらぬカリュードらしい勇姿を空に刻むことはできたのであった。ちなみにバレンスタインと川崎は、イングリッドゼロを途中で撤退させるために損傷を免れており、バースキの新たな機体の領域を引き続き務めているようである。今回の解説はこれで終了となります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でお会いしましょう。